大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。羨ましい、ほっそりとした首筋。へー、誰がって、ヘビ？いや、鳥？そう、アジアヘビウ。え？アジアヘビウ。ヘビみたいな鳥なんだ。中国には面白い生き物がたくさんいるな。だよね。じゃあこれ見て、中国生物種リスト最新版が公開されたばかりなんだ。148674種の動物、植物、微生物までもが収録されていて、世界中の人々が自由にダウンロードできるの。中国に生息する動植物を網羅したこのリストが無料で読めちゃうの？太っ腹。そう、可愛い動物もたくさん。例えばこの子、広白で羨ましい。錦糸孔の中でも希少な紀州錦糸孔だね。そしてこの豪華なルックス、中国の固有種金鶏だ。パッチリお目目が覗いてる。かわいい小鹿だね。中国には前髪ホイジカやインドキョンなどたくさんの鹿が生息しているんだよね。で、リュウさん、さっきから詳しすぎない？とっくにダウンロードして予習済みでした。出し抜かれた。皆さんも今すぐダウンロードを。今日はここまで。再見。